ノイズを減らし、聞きたい音に集中できる音響の X ラウドが総力を結集し作った自分の聴力をもとにカスタマイズできるスマート集音機 X ラウンドヒア紹介します。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。こちらパッケージとなります。おしゃれ。オープン。はい、タイプ C USB トリセツ、こちらが日本語。はい、3つ小分けにして入っています。1つ目、イヤーピースがいろんなサイズ入っております。2つ目、こちら透明タイプのイヤーピースいっぱい入っております。はい、こちら本体でございます。めちゃくちゃ小型、そしてケースがもうおしゃれ。開けていきます。まあ当たり前だけど、このイヤホンにマッチしたサイズ感、ぴったり感。充電する際は後ろに USB、 この付属の USB を接続をします。取り出してみましょう。絶縁テープがついてますので、こちらを剥がしていきます。X ラウンドヒアーとは、おすすめな方は耳が不自由な方、聴力が低下された高齢者の方。この商品の特徴、こちら聴力測定をして自分用にカスタマイズできる集音機です。 X ラウンドの音響技術がすごい。これまでにアメリカや日本のクラウドファンディングで実績を上げ、数々の受賞歴もあり、技術力が高く評価されている音響設計エンジニアや調律師などの音の専門家プロ集団が集まり、その技術力が結集され、音のいいイヤホンだけにとどまらず、自分用に聞こえ方をカスタマイズできるスマート集音機です。使い方は簡単、 QR コードを読み込ませます。はい、こちら X ラウンド by Tune Pro ダウンロードします。入所、すべて日本語仕様となっております。充電ケースを開けるとペアリングをするというわけで、はい、繋がりました。ではですね、 My Tune Pro で自分の聴力を測定し、それをもとにオーディオグラムが作成されます。聴力を測定します。よく聞いて音が聞こえたかどうかを回答してください。約5分間ですね。いきます。もう操作も簡単、聞こえた瞬間にボタンを押す、これを右と左ですね、低音から高音までやっていくと、今こちらは監督仕様になっております。お、聞こえる聞こえる、お、めっちゃ聞こえる。で、このアプリでできることなんですけども、大きく分けて2つ。はい、1つは今回のように AI を使って最適化したもの、自分に合わせたものです。現在の環境から AI が音の種類を瞬時に検索し、5種類の適切な環境モードに自動切り替え。2つ目、マニュアル調整、こちらも AI 検出で自動でできます。アプリを使って調整することができます。その他にも360度指向性フォーカス、こちらはお部屋全体をまんべんなく音を使用してくれます。続いて前方フォーカスモード、例えば会話だったり、あとテレビが前にあるときは前方だけに集中して後方の音を抑えることができます。そして音関係で結構問題されるもの3つあります。ポップノイズ抑制、風切り音抑制、ハウリング除去。はい、こういったものですね、聴覚安全法技術が搭載されております。またこちら集音機というわけで、こういった音をで聞き取りやすくする以外にも、例えば電話がかかってきた時にも使えますし、スマホに入っている音楽だったりも音、 YouTube の音とかもね、 Bluetooth イヤホンとして利用することもできます。じゃあここからですね、画面自体を見ていきたいなと思います。ヒアリングデータというのは、先ほど監督が右と左をですねポチッポチッと押して自分好みにカスタマイズした設定ですね、こちらを見ることもできますし、また再テストをすることもできます。ヒアリングデータカーサムというわけで、自分でこれ変えることもできる。軽重度、重度、中重度というわけで本当に変わってきますね。そしてヒアリングポートモードというのが外部音、おデフォルトは自分のヒアリングテストの結果を用いて設定されたものとなっております。こちらトラフィック、車などのノイズを下げます。はい、スピーチ、人の話し声をそのまま残しながら低高音域のノイズを低減することで、人との対人の会話をですねはっきり聞こえさせることができるシーンとなっております。こちらが多分会話を使う際はこのスピーチを使います。オートもあります。その場その場で特にいちいち切り返しなくてもできる、一番使いやすいものとなっております。
マスク。マスクをつける際に遮られる声をクリアにして整合性を向上させるというマスクモード。今の時代に合ってる。電車音。確かにうるさいよね。電車やメトロなどの走行時のノイズだけを低減し、ノイズが多くて環境下でも他人の声を聞き取りやすくする。これはまあ普通にね、耳が不自由じゃなくてもなんか欲しいものだね。続きまして、外部音量設定。これは上げることができます。で、このリンクボタンを外すと、左が聞こえづらいなと思ったらもう左だけ上げて、右は普通だったらまあこれ下げてとか、自分好みにね、すごい直感的にね、こうやってね、触れる。続きまして、ヒアリングサポート波形設定。高周波と低周波の連続ノイズが低減され、環境音や会話音声がよりクリアに聞こえます。というわけで今オフなんですけども、これをはい、おおおおおお、3になるともうほぼほぼノイズがない。オフにすると、まあ、さーっという音が聞こえるけども、外部音ノイズうるせえなって思ったら、この3にしたらなんかバッってね、消えるイメージですね。で、最後、暴風音も、これは、例えば外に行くときとか、風が強いですね、場所に行ったときに、これをオンにすることによって、このボーボーっていうのが抑えられるというですね、機能だと思います。はい、というわけでですね、ここからはですね、外で、実際にこちらをつけて体験してみました。音の細かさ、監督今ここ公園にいるんですけども、そのモードによってはですね、自分の足音だったりとか、周囲の小さな音、例えば車がいる方向もですね、ちゃんと立体感があって、向こうから来たなっていうのを、普通の耳で聞くよりも、格段と音が聞こえやすくなっております。特にこのですね、ヒアリングサポートの波形設定というものをですね、マックスまで上げると、結構クリアに聞こえて、ちょっと世界が変わります。そしてこのバランス。これ結構感じまして、公園にいる場合はですね、このバランスをすると、ほんと全体的なね、周りの音も聞こえて、不要なものをですね、かなり消すことができるので、本当にこちらの機能おすすめです。あとこの防音風モード。はい、こちらですね、オンにすると、完全に消えるってことはないんですけども、半分ぐらいですね、抑えられていました。メディアイコライザー。なんだこれは。これは自分がね、先ほどカスタマイズしたもので設定されてるんですけども、ちょっと違うなと思ったら、こうやって直感的にね、こうやってね、上げ下げすることができるというものですね。デフォルト、デフォルトも結構ありますね。ボーカル。これは、あれですね、音楽ですね。低音ブースト。ゆったりとした音楽。ロックミュージックなどなど、いっぱいある。ラストですね。瞑想キャリア技術。なんだこれは。瞑想キャリア技術を有効にすると、現在再生中のメディアミュージックに直接エフェクトがかかり、音質の若干の変化が生じます。有効にしますか？有効にする。監督ラブの音声を自分で聞いてみたいと思います。はい、監督ラブの監督です。120秒で紹介します。めっちゃクリアに聞こえると思います。待って、めっちゃ音いい。集音機というわけで、まあ、音の部分もね、かなりこだわられてるんですけども、こちら特徴を見ていきたいと思います。まず本体、リラックス、瞑想、おお、瞑想にしたらなんかこういう反響した感じになっていい。これはいいわ。低音ブースト、お、低音ブースト、音いい。いい。最近聴いてる、ちょっと好きな曲だと聴いてみますね。めっちゃ音いい。先ほどカスタマイズしたもので聴くと、なんか音の広がりがね、めちゃくちゃ良くなってます。はい、いかがだったでしょうか。 X ラウンド、ヒア、今回ご紹介させていただきました。現在ですね、幕開けというマーケットで先行発売しております。耳が不自由な方、最近耳がちょっと聞こえづらいなと思われたご高齢者の方、ぜひおすすめな商品となっております。自分好みにカスタマイズできる拡張性、そしておしゃれなイヤホンタイプのデザイン、操作も簡単でアプリも直感的、とてもおすすめな商品となっております。充電は2時間充電をしますと40時間使うことができます。はい、というわけで実際に使ってみて、集音機としてのカスタマイズがちゃんとしっかりしててすごいし、普通にこの Bluetooth イヤホンとしても音がめっちゃ良くて、これはいいね。監督は今耳は不自由しないんですけども、普通に Bluetooth イヤホンとしてちょっとこれ活用していきたいなと思います。はい、このチャンネルではですね、監督がおすすめするガジェットだったり、これは紹介したいというですね、商品だったり、あと案件でいただいたものを中心に紹介しているチャンネルとなっております。興味ある方はですね、ぜひ概要欄をご覧ください。ではまた次の動画で会いましょう。音響技術か。それをもとに、オーディオ。きれい。こんな感じかな。スタートアップメトロー。スーツ。